白川勝彦は、日本の政治家、弁護士。衆議院議員、自治大臣、国家公安委員会委員長、新党、自由と希望代表などを歴任。新潟県出身。新潟県十日町市大和四日町に生まれる。成果は、畑屋と呼ばれる、絹織物業者で祖父が創業し、父で二代目になり明治の終わり頃までは十日。 長地方で長く続いた新館だった。10日、長市立中城中学校、新潟県立十日町高等学校を経て、1969年、東京大学法学部第三類卒業。大学在学中に、司法試験に合格し、司法修二24期経て弁護士となる。学生時代は、日本民主青年同盟の活動家で、東京大学の学僚である。 駒場寮の領事地委員長等を務める。また、平和研究会を設立する。1976年の衆院選立候補時は、保守系無所属で、後に自民党へ入党。内閣官房副長官在職中の加藤光一のスカウトで、高知会に入会し、時の大平正義総理、総裁と指定関係を結ぶ。1979年。 第35回衆議院議員総選挙で初当選。以降、川崎次郎、谷垣定一、小賀誠、森田はじめとともに、加藤の側近として活動。1985年、国土政務次官。1987年に、郵政政務次官就任。1990年の第39回衆議院議員総選挙で落選したが、 1993年の第40回衆議院議員総選挙で復帰。伊藤秀子と共に自社差連立政権誕生のために奔走した経緯がある。その際、憲法20条を考える会で、亀井静香会長の下で会長代行として、細川政権、羽田政権、新進党とその支持団体である総科学会との対決姿勢をあらわにした。 1994年に衆議院商工委員長を務める。1996年の第41回衆議院議員総選挙で党総務局長として自民党勝利に貢献し、自身は比例単独候補として6度目の当選。11月第2次橋本内閣で自治大臣権国家公安委員会委員長として初入閣。 同じ新潟県の田中真貴子の夫である田中直樹が自民党の公認を得られないという事態がかつてあり、この時白川は党の方針を無視して田中直樹の応援演説をした。また、真貴子の応援があったが、2000年6月の第42回衆議院議員総選挙で民主党の現職、筒井信隆に敗れ落選。交通違反もみ消し事件や、 自公連立後の総科学会批判により、公明党が白川を推薦しなかったことが影響した。その後、加藤孝一と山崎拓が、当時の国民世論を受けて、揃って、当時の森吉郎内閣に対する内閣、不信任決議案に賛成票を投じようとした、俗に言う加藤の乱が勃発。2001年、 公明党との連立を厳しく批判する立場から自民党を離党。自らが代表を務める、新党、自由と希望を立ち上げ、同年7月の第19回参議院議員通常選挙で、比例区から立候補したが、宮崎学養立問題と民観光からの候補者、養立問題で期待していた立証厚生会の支援が少なく落選。 309,994票の得票で落選するのは比例代表非公則名簿式選挙における落選者の中では当時の最高得票記録であった。その後しばらく沈黙するが2003年11月の第43回衆議院議員総選挙に無所属で立候補。 地元の民主党新潟県連と共闘し、政権交代実現の必要性を国民に強く訴える。選挙区を田中牧子のお膝元に倶り替えしたことで、彼女との熱い選挙戦が連日マスコミを賑わせた。この選挙では民主党から公認を得るべく奔走したが、当時の民主党代表、菅直人と幹事長、 岡田克也が率いる執行部の協力を得られず、落選。2004年、再び公式ウェブサイト上で活動を活発化させる。2004年12月10日、調子長選挙へ立候補を表明。2005年5月1日の同選挙で落選した。2008年以降は、弁護士としての活動を本格的に再開。個人の多重債務問題を重点的に扱っていた。 2010年7月から RF ラジオ日本で白川克彦の世の中連れ連れ談義を担当。2011年1月から2012年9月まで上柳正彦5番。の火曜日企画55番。法律クリニックで回答者を担当。2015年11月3日局日大受賞受賞。2019年11月18日人不全のため。 東京都内の病院で死去。74歳遺没。死没日をもって、13位に除される。2000年3月、白川の元施設秘書が、大義士の施設秘書の立場を利用して、交通違反のみ消しを行い、高電磁的記録危機器などの罪に問われる。2004年3月、警視庁に摘発された東京都内の違法家事の点に、 偽名を使い客として出入りしていたことが発覚する。白川は共同通信の取材に山本という名を使い産4回行った。金はかけていない。店にいること自体は問題ないと話していた。カジノ店は渋谷 J クラブで、この捜査の過程で白川の名前が浮上。元店長と従業員の3人が、 白川は偽名を使って昨年春から夏にかけて店に出入りしていた。1日に5時間ほど勝負をすることもあり、合わせて200万円ほど負けたなどと供述したという。2004年11月、渋谷区道玄坂の路上を歩行中、渋谷警察署の警察官に職務質問を受けた。ことの点末を自身のウェブサイトに掲載すると、元国家公安委員長、 不当に職ただされるとして、日刊スポーツや、報道ステーション等で報じられ、ウェブ上の様々な,なブログや、匿名掲示板等で広く、話題となった。白川曰く、渋谷署で、これからの警察は、規定の手順通りにしかできないマニュアル警官ではなく、臨機応変な対応ができる、はぐれ刑事順条派の安浦吉之助のような、警察官を育て大事にしなければならないし、 私自身がそういう制度も作らせたはずなのに何事かと関係者に厳しく説有したという。2006年12月21日には渋谷駅の付近で友人と共に再び渋谷警察署の警察官2名に職務質問を受けた。この際には強く抗議したためそれ以上の問題には発展しなかったが白川は デジタルカメラでこの直後に別の人間が職務質問を受けている様子を撮影し自身のウェブサイト上に公開した。現代ぶっこ者時点2018から2020日外、アソシエーツ2021年3月発行292ページ秋の叙君読売新聞2015年11月3日長官元実賞の白川勝彦さん死去新党 自由と希望を設立。朝日新聞社。https w w w a s a h i c o m articles a s m o o k 5会合ふまくっとふっくれれれい。yhtml 2019年11月22日閲覧。漢方第158号9ページ令和元年12月23日号。 白川勝彦ウェブ政治理念忍び寄る、警察国家の影、白川勝彦ウェブ、永田町連れずれ草2006年12月22日ナン、no. バー284、またまた職務質問に。ありがとうございます。